ここまで体調が悪いとなると仕方ない。俺は有給休暇のうち一日を使うことにした。電話に出た上司はいつもの冷ややかな口調で意外なことを告げてきた。事情は分かったけど、お前の有給一日も残ってないぞ。え、一度も使ってないのに？これは一体どういうことだろう。有給が勝手になくなるなんてあるのだろうか。熱に浮かされて朦朧とした俺の頭はいよいよ混乱してしまった。俺の名前は秋代、31歳。あるホテルでフロント係として働いている。入社以来ずっと無遅刻無欠勤であることが自慢だった。比較的従業員が多いうちのホテルの勤務体系は3交代のシフト制。3つの時間帯をそれぞれ早番、中番、遅番と呼んで8時間勤務で仕事を回している。俺はこのホテルで働き始めて9年目。幸いなことに今まで厄介なお客さんやクレーマーに困らせられたことはほとんどない。それよりも職場での人間関係で頭を抱えることの方が多かった。ホテルというのは部署ごとに見ればかなり小規模で閉鎖的なコミュニティだ。お客様に向けた笑顔の裏に俺と似たような悩みを抱えている従業員は少なくない。特に俺が辛いと感じているのはある困った上司とのギスギスした関係だった。俺が配属されたフロント係のリーダーは富田さんという45歳の男性だ。富田さんを一言で表すなら、人の悪口ばかり言う意地悪な上司ということになる。彼は自分より立場の弱い相手にだけすごく口が悪いというとても嫌な上司だった。木村のやつ本当に使えないな。あんな使えないやつはめったにいないぞ。仕事は遅いし声は小さいし、いいところが一つもない。こんな不出来な部下を持つ俺はなんて不幸なんだ。そんな風に名指しで部下を批判するのは日常茶飯事。おかげで富田さんが上司になって以来、部署の雰囲気は悪くなる一方だった。しかも富田さんは自分が嫌だと思う仕事を積極的に人に押し付けてくる。まるでそれこそが管理職の特権だと言わんばかり。俺もかなり辛い目に遭わされていた。上司から仕事のしわ寄せを食らって喜ぶ部下なんて、いくらサービス業でもまずいない。早く富田さんが他の部署に行くか、個人的な都合で退職してくれればいいのに。そんなことをささやかに期待しながら毎日を過ごすしかない俺だった。ある日、自宅の郵便受けに招待状が1通届いていた。差出人は地元の親友、深夜とその彼女の連名で結婚式の招待状だった。交際を始めて3年、とうとう結婚することにしたらしい。俺は早速電話してみた。深夜、久しぶり、招待状届いたぞ。結婚おめでとう。ありがとう。結婚はこれからだけどな。秋代、式には参加してくれるよな。当然だろ。友人スピーチで式場を沸かせてやるよ。しばらく話して通話を切った後だった。俺は当日の自分のシフトを確認してハッとした。深夜の結婚式の日、俺は中番のシフトに入る予定になっている。しまった、と思った。でもシフトと予定が被ることなんて珍しいことじゃない。翌日、俺は富田さんにこの日に有給休暇を取りたいと予定表を見せて連絡した。すると富田さんは
何とも言えない苦い顔をして、この日か、お前タイミング悪いな、団体客が入ってる日じゃないか。あ、そうでしたっけ、すみません。すみませんじゃないだろ、これはちょっと許可できないな。え、そんな、お願いします、親友の結婚式なんです。お前、知り合いの結婚式と仕事、どっちが大切なんだ。職務放棄なんて許されるのか。お前が仕事を放って式に参加したとして、その親友とやらは喜んでくれるのか。そんな言い方しないでくださいよ。とにかくこの日はダメだ、タイミングが悪かったと思って諦めろ。取り付く島もない、俺の申請は通らなかった。情けない、俺の不参加を知ったら深夜は何と言うだろう。後日俺は直接深夜に会って事情を話して謝ることにした。待ち合わせをしたカフェで俺は深夜に経緯を説明して頭を下げた。有給の申請が通らなかったから結婚式に参加することができそうにないと。すると深夜は、そんなのは絶対におかしい、法律が許さないと断言した。明夫は勘違いしてないか、有給の取得は労働者の権利だ。会社に許可を得るとか、上司がダメと言ったらダメとか、そういう話じゃないんだよ。え、でも書類を書いて会社に申請するよな。いつ有給を取るか連絡するのは社員の義務さ。そして会社はそれを粛々と受け入れる。言ったように有給の取得は労働者の権利だからね。会社はその取得を妨害しても、逆に消化を強制してもいけない。それは違法行為だ。つまり今回俺は希望通りに有給を取得できる。当然だよ、その上司きっとシフトの調整が難しいからってごねたんだろう。管理職としての責務を果たせって話さ。だから明夫、式には絶対に来いよ。いいな。後日俺は改めて上司の富田さんに有給休暇の取得を申請した。やっぱり渋い顔をしてきたので、深夜から聞いた話をそのまま繰り返した。会社側には従業員の有給休暇の取得を邪魔する権利なんかない。富田さんは苦々しい表情だったけれど、最後には分かったと言ってくれた。深夜の結婚式の後、俺は大いに苦しむことになった。富田さんからの当たりが前よりもさらにきつくなったからだ。きっと俺が理屈をこねて有給を取得したことに腹を立てているのだろう。俺は前にも増して余計な雑務を押し付けられるようになった。後輩にヘルプを求めると富田さんはそのことにも文句を言うようになった。そいつらには別の業務があるだろうが、後輩だからって勝手に使うな。上司は俺だってことを忘れるなよ。それくらいの仕事お前一人でこなしてみせろ。例えば歴史の長いホテルなんかだと上下関係はとても厳しいと聞く。幸い俺が勤めているホテルは緩い方で、今までそんな気苦労をしたことはなかった。だけど富田さんが上についてからというもの、現場の雰囲気はガラリと変わった。体育会系の厳しいノリでガンガン来るものだから、慣れていないとすぐに参ってしまう。後輩の一人が耐えかねて不満を口にすると、富田さんは甘えるなと吠えた。この厳しさは職場の緊張感を保つために必要なことだ。ビシバシ行くからな。一理あるけど、俺は正直厳しすぎるのもどうかと思う。実際そういう体育会系の厳しさが苦手な従業員は早々に音を上げた。後輩の木村がそうで、文系インドア派の彼にとって富田さんは天敵だった。
話を聞くと、案の定、俺が有給を取った時からずっと富田さんの機嫌が悪いという。前まではちょっとした質問にも気軽に答えてくださっていたのに、今はそれくらい自分で考えろ、この怠け者、なんて叱られます。厳しすぎますよ。だよな、めんどくさい上司の典型だ。教育方針が古い感じがする。どいつもこいつも緩んでる。規律を正さないといけないなんて吠えることも増えましたよね。ほんと勘弁してほしいです。やめたくなってしまいます。俺が有給を申請したことでこんな悪影響が出てしまうなんて。一瞬だけど俺は親友の結婚式に参加したことを後悔しそうになった。でもすぐにそれは違うと思い直した。親友の結婚式はとても大事なことだ。こんな引け目を感じさせる職場環境の方がおかしいんだ。俺は間違ってなんかいない。後輩を守るため立ち上がろう。そしてこの環境を変えよう。俺はそう強く決意した。後日、俺は富田さんに直談判を申し入れた。お願いしたのは後輩への指導に手心を加えてほしいということ。厳しいだけではついていけない。今の職場はとても働きやすいとは言えない。そんな思いをまっすぐ伝えた。一通り聞いた富田さんは最後に鼻で笑った。この程度の指導に負けるなんて情けない。ホテルで働いているといろいろな客と接する機会があるもんだ。理不尽な目に遭うことだって少なくない。そうだろう。それは確かにそうだと思います。でもだからこそチームが一丸となって。そのチームに必要なのは戦力だろうが、辞めたいと思うなら辞めればいい。そういうやつは最初から向いていなかったんだ。俺はこれからも俺のやり方で行く。その後も富田さんは自分の考えばかりを一方的にがなり立てた。最近のやつは一生懸命さに欠ける。コミュニケーション能力が足りない。物覚えが悪い。あまりにも言いたい放題で思いやりがない言動に、俺はいい加減頭に来てしまった。お言葉ですが、正論を重ねきて部下を苦しめて楽しんでいませんか？なんだと？飽きよ。お前、もう一度言ってみろ。そんなやり方じゃ部下の心は離れていく一方ですよ。面と向かって意見した俺に富田さんは激怒した。それからは一種の泥仕合だ。向こうも俺も言いたいことを言いまくった。怒鳴り合いを聞きつけた他の部署の上司が来てくれなかったら今頃どうなっていたか。その日を境に富田さんと俺の関係は余計に悪くなった。それからというもの、俺は富田さんからたびたび理不尽な命令を下されるようになった。言い争いをしてこうなることは覚悟していたけれど、いざ狙い撃ちをされるときつかった。富田さんは俺のことを観察している。ヘトヘトに疲れている時を狙って命令してくる。他の部署を手伝い、厄介なお客様の相手、敷地内の草むしり、ゴミ捨て、買い出し。俺が顎を出しているのを見ると富田さんは必ずなってないと怒鳴ってきた。フロント係に必要なのは柔軟さだ。客の要求に対してしなやかに対応する姿勢、そういう心身の強さを養ってやってるのに、なんだお前のその反抗的な目は。正直もうついていけないと思った。何しろ向こうは立場が上、こっちは耐えるしかない。体力的にも精神的にも毎日ガンガン削られてしまう。だけどここで俺が負けたら今度は後輩たちに矛先が向くかもしれない。意地悪上司に負けてたまるか。俺は歯を食いしばって嫌がらせに耐え続けた。そうして無理に無理を重ねた結果、とうとうその我慢が裏目に出る日が来てしまった。
ある日、俺は全身を襲う悪寒と喉の痛みで目が覚めた。頭がぼんやりしていた。くしゃみと鼻水も出る。きっと風邪だ。激務の毎日に心よりも先に体の方が音を上げた。そうとしか思えなかった。試しに熱を測ってみると、なんと41度もある。こんな状態で動けるわけがない。入社以来9年間、ずっと無遅刻無欠勤を貫いてきた俺。だけど、今回ばかりは仕方ない。俺は事務所に電話して、体調不良を理由に休ませてもらうことにした。電話に出たのは富田さんだった。おはようございます。体の具合が悪くて、41度の熱が出てしまって。すみませんが、今日はお休みをいただこうと思います。有給を使わせてください。事情は分かったが、秋代、お前の有給、もう残ってないぞ。え？俺、結婚式の時以来使ってないのに、どうして？有給が残っていないはずはない。納得いかなかった。とにかく、こんな状態では出勤できない。俺は意地でも休むと言い張って通話を切った。折り返しの電話には出なかった。それほど怒っていたからだ。有給が残っていない？それはありえない。これには絶対に何か裏がある。早く風邪を治して真相を追求しよう。俺はそう決意した。2日後、出勤した俺は担当の部署に有給の件について問い合わせた。思った通りだった。俺の有給が勝手に使われてる。こんな申請をした覚えはありません。閑散期にシフトを減らされたことがある。そこが有給休暇扱いになっていた。ビルのメンテナンスで休業になった日も同じように有給休暇扱いになっていた。調べてみると、勝手な申請をしたのは富田さんらしい。俺は思わず拳を握った。なんて横暴な上司だろう。こんなことをされたら部下は自由に有給を取得できなくなる。俺は取得した休日は有給休暇じゃないと申し立てた。だけど受け入れられなかった。一度受理したものはなかなか覆せないらしい。理屈はわかる。でもこんなの悔しすぎる。何か方法はないものか。困った俺は思い切って深夜に相談することにした。後日、深夜はわざわざうちのホテルの事務所まで足を運んでくれた。戸惑う富田さん、そして困惑気味の経理の面々。この男は誰だろうという顔だ。深夜は労働基準法違反の疑いがあると聞いてまいりましたときっぱり言い放った。私はこちらの秋代くんの友人で弁護士をしています。会社から勝手に有給を使われたかもしれないと相談を受けまして、事実関係の確認をしに来た次第です。そう、実は深夜は弁護士、争いごとのプロフェッショナルだ。労働基準法違反という彼の言葉に経理の社員たちが青い顔を見合わせた。やがてみんなが富田さんを見た。当の富田さんは痛みをこらえるような顔をしている。うちは違反なんてしていない。何かの間違いに決まってる。そうでしょうか。秋代本人は有給の申請を一度しか出していないと言っているんですよ。会社側が保管しているはずの申請書類を確認してください。それは本当に彼が書いた書類ですか？誰かの代筆ではありませんか？本人が書いたに決まっているだろう。さっさと帰ってくれ。わかりました。では、後から私名義の内容証明を送らせていただきます。私は秋代の言葉を信じます。違法性を主張して友達を守るつもりです。構いませんね。いや、その…なんというか、できれば秋代本人と相談して。俺は何も話したくないです。
丸め込まれるのはごめんですから。会社側に非はないとおっしゃるのならそれでも構いません。出るところに出て戦いましょう。ちなみに年次有給休暇を正当に付与しないなどの場合、罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金ですからね。わかった、わかりました。すみません、私が勝手に申請したんです。とうとう富田さんが観念して自分の罪を告白した。その場に膝をつき、こちらに向かって頭を下げる富田さん。どうやら自分の都合のために部下の有給を勝手に使っていたらしい。もしかしたらと思ってはいたけれど、まさか本当にそうだったなんて。俺は呆れると同時にものすごく腹が立って、思わず一歩前に踏み出した。こんなことが表沙汰になったら、ホテルの名前にも深い傷がつくでしょうね。待ってくれ、謝る、本当に謝るから、大ごとにするのだけはやめてくれ。安心してください。訴えたりはしません。ただし、ありのままを上に報告して、あなたを処分してもらいます。それでいいですね。わかった。すみませんでした。富田さんは改めて、俺に頭を下げてくれた。彼には後に上層部から適切な処分が下され、降格させられることになった。居場所をなくした富田さんが静かにホテルから去っていくのはもう少し後の話だ。後を引き継いだ新しい上司はかなりいい人で、部署の雰囲気はとても明るくなった。俺の働きも大いに認めてくれている。いずれ君をリーダーに、とも言ってもらえた。これからますます頑張って働いて、このホテルを盛り上げていきたいと思う。